読書感想文を最速で終わらせる方法を1分で解説。読書感想文苦手っていう人多いと思うんですけどね。まずね、読書感想文って本選びが大切なんですよ。感想を書きやすい本と書きにくい本があるので、何の本を選ぶか、ここが最重要と言っても過言ではありません。じゃあ何の本がおすすめかというと、この夏一番おすすめの本はこの本です。日本一バズってる元教師。なんだ、ただの宣伝かよって思ったあなた。今回はですね、なんとこの本を買わなくても、読まなくても読書感想文が書けちゃうんです。なぜかというと、私実はこの本の著者なんですけど、著者の私が自ら読書感想文の書き方を皆さんに教えてあげるからです。今から言う通りに書けば今日中に読書感想文は終わります。一つ目、まず冒頭でこの本を読んだきっかけを書きます。いつも SNS で見ていた有名な元教師の人が書いた本だったので興味を持ちましたみたいな感じです。次に著者の紹介をします。著者の静岡の元教師杉山さんは静岡で10年以上教員として勤務した後にみたいな感じですね。それもググれば出てきます。三つ目、そして本の中で一番感動したことを書きます。一番心に残ったのは杉山先生が出した動画がきっかけで校則が変わったという話です。 SNS ってただの暇つぶしだと思っている人も多いけど、社会を変える力があるんだなと驚きましたみたいな感じですね。4つ目、最後にこの本から学んだことを書きます。みんなが当たり前だと思っている校則も、もう一度それが必要なのか、みんなで考えてみたいと思いました。そして誰もが自分らしく生きられる社会をみんなで一緒に作っていきたいなと思いました。はい、こんな感じで完璧です。